米澤、今シーズンの PK 成功1本は右に蹴っていますが、今回はどうか。2015シーズンチームメイトでした、この2人。左に決めた。前半の13分、セレッソ大阪早くも追加点、2対0。米澤レイが古巣相手に2ゴール、今シーズンこれで9得点目。元も方向は読んでいたんですが、米澤のキックが見事、完全にサイドネットに突き刺さるコースです。